35歳からのビムシム、ビムシムレッスン TV オンライン特別企画番外編オートキャドマスターへの道その7となります。ビムシムレッスン TV オンラインはこちらの YouTube チャンネルでオートディスク製品のオートキャドとレビットを中心に便利な使い方、パソコンのトラブルの解決方法などを動画でお届けしています。おかげさまでたくさんの方にチャンネル登録いただいております。本当にありがとうございます。夏よりですね、ビムシムを使いこなすことに的を絞るとしまして、番外編として3次元から2次元へ切り出す、または2次元のものを操作するということが多くなる方も当然増えてまいりますので、改めてオートキャドマスターへの道ということで、年末までですね、オートキャドを中心に動画を上げていこうと思っています。これまでですね、たくさんの Q&A をお答えしてきました。そしてまたこの4つのような時ですね、質問が多くなると思われます。今回は各種スタイルの管理の設定としてですね、まず作図空間についてのお話をしたいと思います。作図空間、オートキャドですね、2つあります。モデル空間とレイアウト空間というもの。モデル空間というのはですね、原寸で各領域のタブですね、作図タブと呼ばれるもの。レイアウトは作図したモデルをより効果的に見せるための領域のタブとなっています。オートキャドはちょっと特殊なキャドなので、モデル空間とレイアウト空間という2つの空間を有しています。また DXF にするとこのレイアウト空間を読み込めるソフトっていうのはあんまり多くはないので、読み込ませるためにはこのレイアウトを1枚ずつですね、モデル化するという作業を行う必要が出てきます。またモデル1、レイアウト1が最小単位なので、レイアウトを0にすることは当然オートキャド上ではできません。ではじゃあ実際のオートキャドですね、どういうとこかというと、これが今見ていただいているこの角がモデル空間と呼ばれる空間になります。一方レイアウト空間はこちらですね、直角三角形マークが見えている、ここがレイアウト空間になります。モデル空間はあくまでも原寸で書く場所、その書いたものをどういうふうに見せるかというところでレイアウト空間があり、レイアウト空間は複数個増やすことができます。またですね、どういうふうに増やすのかというのはお話をしていきたいかと思っています。無料のオープンチャットですね、キャドオペさん専用のオープンチャットを始めています。ビムシムレッスン TV オンラインのお問い合わせは LINE でお受けしています。いかがでしたでしょうか。今回のビムシムレッスン TV オンラインはここまでとなります。また次回お会いできますことを楽しみにしております。スノータムでした。